吉田さん、私の好きなキャラメルと草加せんべいです。吉田さん、当たり前のようにライブ放送してますし、私もこうやって当たり前のように動画上げてますけども、私たちがね、10代の頃ってこんなこと一生起きえない奇跡だと思いましたね。カメラ向けられて、インタビューのためのマイク向けられたらね、多分おどおどして、え、これ喋ってるんですか、いいですか、イエーイみたいなことやってたと思うんですよ。今世界中に放送することなんてありふれてますね、こういうふうにね。だからチャンスなんですよ。商売って商品とか自分が知られないことによって売り上げってのが上がらなかったわけですよね。だから広告とかチラシ巻いてたわけなんですよ。今私一回も広告使ったことないんですけども、億っていう金額稼げてますからね。かつてはどんな商売やった時も広告費が数十万から数百万かかってたんですよ。で、広告費赤字です常に、うん、今は全然違いますね。 YouTube で草加せんべい食いながら喋ってたら、視聴者さんから草加せんべいが送られてきたり、 YouTube で昭和40年代男の話したら、僕も買いました、私も買いましたって視聴者さんが私の放送を見て影響を受けてこれ買ったりとかね。まさに個人の時代だなと思いますね。個人の時代は孤立の時代ではなくて個人の時代かなと。吉田さん、風呂入りましょうか。いってらっしゃい。